竹岡慶は日本のタレント、自動車評論家、モータージャーナリスト、ラリードライバー、日本自動車ジャーナリスト協会副会長、所属事務所はプロダクション人力者。全日本ラリーに参戦する竹岡のジュリエッタフリーランスでタレントモータージャーナリストとして活動していたが、2006年に芸能事務所オフィスエストへ所属し、 タレントとしての活動を本格的に始めた。車は楽しくなくちゃね。おもっとうに、世界中で、超、初、そう。電波媒体で喋る紙、紙電子媒体で書く。世界のモーターショーはもとよりサーキットから砂漠まで、どこまでも走る晴れ女。また、女性目線の車とカーライフの紹介提案等々として、テレビやラジオ番組へ出演している。また、 車関連以外でも、社会で働く女性として、その他、交通安全、エコライフに関しても活動を行っている。モーターマガジン、ホリデーオート、グーワールドなどに執筆している。所有する自動車は、BMW ミニ、フォルクスワーゲンシロッコ R、ホンダビート。2013年10月、ブログにて、所属事務所を、プロダクション人力車へ移籍したことを発表した。 2009年には、ラリーレードモンゴルに挑戦し、完走を果たした。2017年には、レーシングチーム、K ラリープロジェクトを自ら立ち上げ、全日本ラリー選手権に、JN5 クラスからデビュー。マシンは、アバルト500ラリー R3T、小ドライバーは、うるしドアユミと、さたけひさこ。デビュー戦のツールド、九州で、クラス3位に入賞した。2018年はマシンを、 アルファロメオジュリエッタに切り替え、JN4 クラスに参戦。2019年からはマシンを、フォルクスワーゲンポロ GT に切り替え、JN2 クラスに参戦。k l ラリープロジェクト、ありがとうございます。